現在は2軍でのプレーが続いているノイジー選手、現在の状況について見ていきたいと思います。ノイジー選手は昨年1年目打率2割4分ホームラン9本にとどまったんですけれども、岡田監督はレギュラーとしてずっと起用し続けて、そして日本シリーズで活躍がありました。もしかすると2年目大きく飛躍するんじゃないかということですね、残留となりまして、今年もプレーするという流れになりました。そして今年も序盤はスタメンで起用されて、4月は成績を上げて、もしかすると2年目今年はかなりいいんじゃないかというふうにも思われたんですけれども、5月は結局失速してしまいまして、5月の27日に2軍降格となりました。ここまでの成績が49試合の出場で2割3分1厘ホームランが1本、打点が8、出塁率3割2厘 OPS593、 得点圏打率が1割1分5厘という成績になっています。一度再昇格なんかもあったんですけれども、結局は結果を残すことができずに現在は2軍でのプレーが続いています。若い前川選手が外野手台頭したということもありまして、なかなかノイジー選手1軍での出番がないということですね。立場的にも外国人選手ということもあって、かなり厳しい状況になってきています。そんなノイジー選手の2軍での状況について詳しく見ていきたいと思います。2軍ではここまで22試合打席としては70打席ぐらい入っていまして、それなりに打席数重ねてはいます。ただトータルでいうと2割3分8厘ホームランが1本、打点が3つ、出塁率2割6分9厘 OPS が602という成績になっています。成績はなかなか上がってこず、1軍の時のこの OPS0.6 ぐらいの成績とほとんど変わらないですね。7月の2日2軍に降格してからツーベースヒットが2本出たんですけれども、そこからノーヒットの試合なんかもかなり多いですし、単打がたまに出ると、それぐらいの数字になってしまっています。走塁面では課題が残り、そして守備位置もバッティングが求められるレフトを守ると、それに加えて外国人枠で起用するということになりますと、打撃面で抜けた成績を残さないとなかなか1軍で起用するっていうのは難しいんですけれども、やっぱりそこまでは至らないですよね。日本シリーズでの活躍こそあったものの、結局昨年から OPS0.6 付近の成績っていうのが続いています。阪神現状1軍バッティング苦しんでいるんですけれども、それであればノイジー選手とかミエセス選手とか、こうした外国人選手を残留させるよりも、新たに補強するとか、そういった手もあったと思うんですけれども、残留という選択肢を球団そして岡田監督が選んで、結局活躍できていないという状況になっています。新たな新外国人選手の補強っていうのは間違いなく必要な状況ですので、このままの状態が続いていくとノイジー選手来季の残留は厳しいかなという状況になっています。以上です。